コール図、シュミット式望遠鏡のコール図。実際に星に向けた状況をイメージしやすい角度になっている図。フォトグラフィックスフィルムと書いてある位置にフィルムを配置する。シュミット式望遠鏡の補正レンズの断面の形状、シュミット式望遠鏡とは反射屈折望遠鏡の位置形式であり、主鏡は球面鏡で絞りを球心位置に置いて、 非点周差とコマ周差を除去。4次関数で表される。非球面の薄いレンズを置いて、球面周差を除去し、周差がほとんどないもののこと。シュミットカメラ、シュミットカメラとも。この望遠鏡は、基本的に、焦点の位置に、写真看板、フィルム、CCD、シーモスセンサー等々を配置して使用するものである。なお、造面は、 主教の急進と同一位置に急進を持つ突球面になる増面湾曲があるため写真看板やフィルムは湾曲させなければならないスチグマートなので極めてシャープである明るく広いシャヤを得られ中心部から周辺部までかっちりピントが合う1988年時点で吉田翔太郎は微光天体の争点に必要不可欠で 天体観測における世紀の大発明と表している。鏡頭は、焦点距離の約2倍の長さになってしまうため、かなり大きめの課題が必要になる。また補正版、補正レンズの光景が大きくなってくると、色周差が増大しシャープな像を得られる。波長域が狭くなるため、光景1メートル級の大型望遠鏡では、補正版を2枚構成の色消しにしてあるものもある。 望遠鏡という言葉には、接眼レンズを通じて観察するという印象があり、これは、写真撮影専用である、シュミット式の実情には合わず、シュミットカメラと呼ばれることも多いが、天文学者は、シュミット式望遠鏡と呼ぶ。通常の稼ぐン式望遠鏡では、主鏡は、放物面、副鏡は双曲面と2枚の非球面鏡を研磨する、必要があるが、 右手のないベルンハルト・シュミットは、左手だけで扱えない重鏡を単純な研磨方式とするため、主鏡を、球面、副鏡を4次以上の項を含む、工事総局面とする方式に設計を変更して、1905年に、ポツダム天体物理天文台に合計40センチメートルのカセグレン式望遠鏡を製作した。これを使って観測した。 天文学者はこのことに誰一人として気がつかなかったという。このような球面主教の稼ぐン式望遠鏡を何台か制作して成功したシュミットは、非球面は移転することができるという確信を得た。球面収査を除去するには、航路長一定の条件を満たす必要があるが、これを理論でなく研磨経験から知ったのである。さらにシュミットは、 左手だけで扱える軽い平行平面板を研磨して非球面と死主鏡の前に入れる方式とし、これには透過面であるため要求される精度が低くなる利点もあったが、光線が補正板を往復して通過するため、レンズコーティングの技術がなかった当時20%の現行になってしまった。そこでシュミットは次に補正板をずっと前に出し、 球面主教の極率中心に置いてみたところ、焦点面が球面になるとともに広い視野に渡りり駒収差も消えることが分かったので、明るい駒のない反射鏡系という論文を1932年、ハンブルク天文台報告で発表した。これが後のシュミット式望遠鏡に関する世界最初の論文である。1935年にゆるいよバイサラは、 シュミット式望遠鏡の優秀性を説く、トゥルク大学天文台のアナスチグマーと反射望遠鏡という報告を AN254 に発表。これで、シュミット式望遠鏡は国外に有力な支持者を得た。ゆるいよバイサラは、この後増面湾曲の提言を起とし、ライトシュミット式望遠鏡を開発した。アマチュア用としては、 日本特殊工学が有効口径 16cm、F2.5、主競直径 18cm、焦点距離 400mm の NTP-16B を販売していた。またセレストロンもアマチュア向けに数種販売していた。ありがとうございます。